の試合はボクシングからの果たし状だと思ってるんで、まあ、那須田天心の第2章として挑もうと思ってるんで、神道那須田天心。僕の人生本当挑戦しかないんで、だったら新しいことに挑戦して体現してみんなに見てもらいたいなっていう気持ちがあります。尊敬だったり覚悟ですね、しっかり持ってボクシングと戦おうと思ってるんで。強い人がいるんで、その人たちを倒す、それだけです。ボクシングイコール那須田天心、次は格闘技イコール那須田天心。